友達、岡議員になられた、本出して、漫画だから、うちのお客様の、大事、私の仲がいいお客様に差し上げてるの。余分に買って。これお借りするの？いいよ、差し上げてるの。あら、もらっちゃっていいの？何十冊も私買ってさ、でも、広金健志さんって知ってるでしょ？この有名な漫画家。サラリーマン金太郎じゃないな、ほら、この漫画家。この原作を、原作をこの青山さんっていうさ、この間横浜に来るから行こうよって言ったら宮瀬さん夜だから嫌だっつったじゃん、その方参議院に無事この間2回目受かって、広金プロダクション、広金健二さん、広金健二さんっていうのはこの漫画家さん、だからプロダクションって自分が作ってる会社でしょ、この人はね、で私の友達はこの原作の青山茂春さんっていう、ほら横浜に来るからこの間行こうよってお電話したら夜だからほら嫌だって、夜私早く寝るんだって言った方、次の日さ何しろ3時起きだからね3時起きよ私だって今朝の仕事しかしてないから、いいじゃんそれの方が、そう朝からあれだもん10時まで仕事だから、ほらやたらあげてもさ、読書が嫌いっていう人にあげてもあれだから、漫画とかさ、読書が好きだって半分漫画で半分そうなんか皇室のあれで分かるじゃん、あんまり左派側の宮瀬さんにはお気に召さないかもしれないでもほら漫画は面白いから、そうだね、はい、見せてもらう、ありがとう、いつもいろいろいただいたりしてるからさ、ずんだ餅じゃない、なんだっけあれ、おはぎ持ってきたよね、あれ美味しかった、今日間に合わなかった、いらない、美味しかったけどいいよ、そんな気を使ってくださらなくていいから、あそこでね、ローゼンで作ってんだよ朝、あれさ、あんこが多いね、中はちっちゃいのに、あんこたっぷり入ってるんだけど、甘くないでしょ、ほとんど、ずんだはさ、時期しかないじゃん、そう、今ないでしょ、どうだろう、だって夏できてなかったから、ずんだは夏じゃない、そうだよね、枝豆だもんね、そうだよね、でもさ今冷凍しておけるから枝豆は、そしたらねずんだをね作れる東北のお客さんがいるの、私がずんだをね、欲しい食べたいっつったらね、長持ちしないんだってね、ずんだのあんは、ね、だから、ほらお客さんが作ってここ持ってきてくれて何日加工になっちゃうじゃない、そんなのダメだって、まずくなっちゃうんだって、香りが飛んじゃって、あそこはね、朝作ってんのローゼン、あのおはぎ、そうなんだ、だってどっかから持ってくるんじゃない、普通あるのさ、みんなどっかから買う、あれじゃんね、セブンイレブンとかのやつは、だけど、あのなんだっけ、しらねの、中しらねのローゼンはそこで作ってる、だから、あんが多いんだ、すぐできるようだったら待ってるから作ってって言うんだ。